はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。サッカークラブ育成シミュレーション、カルチョビットアーを始めていきたいと思います。いよいよですね、この6年目でいいのかな、もう、6年目でいいのかな、もう最終戦、N2 の2年目ということで、2位までは確定しております。ということは2位が確定しているということは、最悪入れ替え戦ですね。首位だと無条件で昇格で、一方ですでにダイハード藤井は入れ替え戦が決まっておりますですよね。なので、まあ、ちなみに入れ替え戦になるとしたら、チェスト、鹿児島とやりますね。ちなみにアスカディアならはすでに降格は決まっております。一勝しかできなかったのか。いや、なかなか厳しいですね。N1 リーグは。で、N1 リーグに上がると2位までがアジア CT チャンピオントーナメントかな、出場権が得られるということで、まあ1位でできれば上がりたいとこですよね。で、今回は最下位ですね。なるべくなら、入れ替え戦は避けたいっていうとこです。と、なんか一人消えてる。すみ、くるみは残しておいて、ユーナを出そう。で、緑を代わりにエリカ。なるべく女性選手を出していきましょう。女子選手を。ちょっとディフェンダーに不安がありますね、ここへ来たら。ミオの代わりにサヨかな。はい、このメンツで、行ってみたいと思います。先方はいつも通り攻撃力はな、しかにこれを見ると結構力の差はあるんだなっていうのは分かりますよね。さあ、試合開始です。これは流れましたね。さあ、これで彩香が上げて、節子。おっと、簡単に捉えちゃったぞ、節子。これは不用意すぎる。さあ、逆サイド。
ちょっとなんかリズムが良くないですね、最初は。美穂がクリア。まどかが逆サイドへ。これはちょっと、なのこ遠すぎたんじゃないの？あ、やばい！おっと、夏希が、あ、キーパーで、キープです。縦パスだ。ちなみに引き分けの場合、相手が勝ったら勝っても追いつかないんだよ。だから引き分け以上であればとか言ってると、あと危ない、危ない。引き分けじゃダメなんだな。相手が勝つと1位を取られる。なんで勝ちたい、ここは。おっと、美穂が直接シュート。どうも、うまくいかないですね。さあ、マクレーン。これ、思いがと、うまくキープ。ちょっと疲れを見てみよう。ちょっと溜まり出してる。さよが、ドリブルで持っていきます。さあ、奈々子が、上げた直接シュートだ。さあ、ここも、ここはか、クリアされた。さあ、誰にパスだ？渡りか？さあ、あと、夏希が、これは好判断。さあ、前半もあともう5分です。ファールか？おっと、ここ、ちょっと疲れが見え出しているよ、もう。早いですね。早めに変え、しまった。間違えた。節子と入れ替えか。で、羽生田とチェンジ。美穂とチェンジ。これで、なんかもう交代枠使い切ってしまいました。早いな。さあ、くるみ。これは、ファールだ。さあ、これで前半終了です。選手は交代できないんで、もうすぐスタートします。さあ、縦パス。くるみ、通らない。さあ、ここは気をつけないと。寺尾。そーっと、なんとかキープした。もうやばい。逆に危ないよ、これ。菊池がなんとか外に出したが、かなり危ないピンチでしたね、ここは。おっと、まだ、必死のクリアです。ちょっと防戦になってます。ダイハード、藤見相手に。また攻め相手、やばい。おっと、さあ、奈々子から羽生田へ、美穂。お、チャンス！初めてのチャンス！奈々子、おっと、決まらない。どうしたんだ？おっと、逆に。さあ、美穂に。おっと、窓から。直接これは決まらない。くるみが慌てて戻ってくる。ファールです。さあ、花巻と今度はコーナーキック、ピンチが続きます。しかし、ここまでいいとこがないとは。菊池が上がっていきまして、くるみ入った！先取点！ようやくここへ来て。バット試合だったんですが、
くるみが合わせて先取点を奪いました。さあこの1点を守りたい。なんとしてももうヘトヘトですが、入れ口がしぶとい。あーっと危なかった。ここもまたファール。ロングシュート、パンチング。さあここの体勢が終わった。試合終了。N1 昇格決定です。やりました。We are the champions! クラワンカリバーズ。さあもうすでにちょっとこの試合は開始から様子がおかしく、相手に次々ピンチを奪います。これも結構危なかった。そして必死に守るものの、さあそんな中菊池がうまく上げて、このくるみが合わせて完全に裏をかきましたよね。ただその後ピンチが続きます。ここの渾身のパンチング、なんとしても決めさせない。そしてタイムアップ。決めることができました。 N1 昇格後決めることができました。セボドックスは負けたのかな、これ。負けたっぽいですね。そうか、3点で並ばれるのか。失点差があれでも、6点入らないと逆転できないって言いましたが、まあサッカーです。3対0ってなかなかないですけど、そういうの、佐世保ドックスにとっても薄氷の入れ替え戦進出でしたよね。タマミラージュは惜しかったってことになります。ブロードナイタがだんだん落ちてきてるのか。なるほど、ダイハード藤見がステップリブか、上がってきたチームだったか。結構強敵でしたよね、ステップリーグ時代は。
やりました。 N2 リーグ優勝。さあ今シーズン修正、そしてクラブが3位成長しました。かなり予算上げましたね。はい、というわけで、またですね、翌週から練習試合、来年から N1 なので、その N1 に向けての、戦いをやっていきたいと思います。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。高評価、またチャンネル登録まだの方はぜひおね、よろしくお願いいたします。コメント、この動画の SNS や拡散の、歓迎しております。また最後20秒に流れる関連動画、動画プレイリストの表示、そちらもよろしければ見ていただければ嬉しいです。カルチョビット、アーをお送りいたしました。ゲーム動画でいこうでした。お、クラワカリバーズ優勝。N1 リーグへの昇格を決めた。2位の佐世保ドックスは入れ替え戦へということですね。